美少堂のブラシクリーナーの使い方をお送りします。ティッシュを1枚取り半分に畳んでください。1枚だと破けてしまいます。大きなブラシは 2,3 回プッシュして筆を撫でつけるように汚れを拭き取ります。コップやペン立てに立てて 2,3 分ほどですぐに使用できる状態になります。小さなブラシはワンプッシュで大丈夫です。お水またはぬるま湯を用意して汚れたブラシとタオル、乳筆美人を準備してください。まず筆先を少し水で濡らしたら手のひらに 2,3 プッシュ乗せます。ブラシで泡立てるように洗っていきます。小さいブラシの場合はワンプッシュで結構です。十分に泡立ったら汚れが落ちた証拠です。次に洗面台でブラシをすすいでいきます。洗浄液が残っているとベタつきの原因になりますので十分にすすぎ流してください。泡がなくなるまできれいにすすいだら乾いたタオルで握るようにして水気を拭き取ります。十分に水気を切ったら筆先の形状を整えてコップやペン立てに立てて丸1日から2日は乾かしてください。